んなスパイを探していた時に、感情を察知する能力のあるクラリックが私の前に現れた。しかし会うのは初めてだ。そうか。そんなに驚いた顔をするな。よくあることだ。ファーザーを政治的に利用させてもらった。本人は何年も前に死んでいる。評議会は影の継承者として私を選んだ。プレストン、お前は反乱者たちの救いの神ではなく死神なのだよ。いいか、お前は私に負けたのだ。いともたやすく戦うことも打ち合うこともなく。違う、そんな、まさか。戦いはこれからだ。待ってろよ。ノックぐらいしたらどうだ。